に簡単で1分近くで全ての点呼の報告ができます。皆さんこんにちは、オートバックスセブンの江田と申します。今回ですね、こちらの展示会に出展させていただいたのはこちらになります。実は業務で車両5台以上使っている事業者様にはこのような法律が4月の1日からスタートしております。何の法律かと言いますと、業務で車両を使うときには乗務前引き呼びの確認をしなければいけないということ、これはもちろん当然だと思いますけども、その後ですね、乗務後も引き呼びの確認が必要になりました。まず1点がこちらになります。で、2点目がその引き呼びをした確認の結果を記録を残さなければいけないというのが2点目です。そして3点目、当社の商品はこのようなコンパクトなですね、検知器にはなりますが、検知器を使った点呼をしなさい。検知器を使った点呼はしばらく延期になりました。皆さんもご存知の通り、世界的な半導体不足、それとですね、かなりの費用がかかりますから、企業としてもちょっと準備に、時間が必要だということ。ただし4月の1日からは引き呼びの確認と記録の保持というのはされているということだけは今日お伝えしたくて、今回この展示会に出展しました。で、3点目のいずれか来るであろう検知器の導入に関して、当社の商品の特徴をちょっと3点ほどご説明したいと思います。まず1点がこちらを見てもらえば分かるんですが、測った結果が何も出ません。液晶すべて外してます。その代わりにスマートフォンにすべての仕事をさせます。そのために特徴1はアプリで行うという点です。で、特徴2点目、こちらは今回のコロナを受けて各企業様もだいぶ働き方が変わったと思うんですが、直行直帰に対応するために、すなわち目の前で点呼が行えないような働き方になりましたので、こちらにある通り直行直帰の管理をどうしたらいいと、このようなお悩みが非常に多いです。そのためにも今回アプリでアルコール検知器を使って測定結果をクラウドで上げる、そしてそのクラウドで上がったデータが管理者は遠隔にいながらも承認ができる。3点目は承認した点呼の結果がクラウド上に記録されますので、先ほど言った引き呼びの確認と記録保持、この同時に2つがカバーできる。これを今回、車のことならオートバックスということで、ビジネスの車のことでもオートバックスとしてお役立ちしたいということで今回出展しております。最後にはなるんですが、各企業様どういうところにお悩みがあるかっていうのを調べた結果がこちらになります。今回こちら聞いたのは世の中の経営者、そして、社内で何かを導入する際の決裁者、そして車両を管理している方、このような方合計で650名ほどしっかりとヒアリングをさせていただきました。結果的に何が見えてきたかと言いますと、3点ございます。1点が全ての事業者様の3分の1以上が引き呼び運転がリスクだと思っているということが上位に上がります。2点目は各営業所により管理をバラバラにしているので、会社としての統一のルールがない。記録を保持しようと思ってもそれぞれの営業所で別々の記録を取っている。こういった点でも今回ですね、こちらの商品はまさにここにある通り管理がバラバラで管理が大変という点では、各組織に応じて同じようなですね、記録の保持ができる、これが非常に受けているポイントなのかな、こういうふうにも思ってます。で、3点目は先ほど、言った通りなんですが、記録の管理を紙で行っているところが非常に多いですので、どうしてもその紙ですと、なくなる、もしくはそれを別で打ち込む等々ありますので、クラウドで保管していつでもダウンロードできる、このようなことを DX デジタルトランスフォーメーションということで、アプリを使ってクラウドで管理をする、このようなサービスを、1年半前に行わせていただいております。商品名としては ALC クラウド、アルコールチェッカークラウドってことなんですが、 ALC クラウドということで出展しております。そしてこちらにある通り非常にコンパクトなサイズです。ちょっとしたですね、電子タバコみたいな形になっております。で、この先なのですが、こちらにある通り2023年6月を予定してるんですが、日報の自動出力、このような車両管理全般を DX で、解決できるようなサービスとして発展しておりますので、またですね、このような展示会でご提案させていただきますので、ぜひその時にもお会いできればなと思っております。いきますよ。まずは簡単に無料のアプリをダウンロードします。そうしましたらこちらで
バーコードを読み取りするだけなんですね。こちら本体を上げていただいて単4電池で動いております。その裏を見るとバーコードになっておりまして、5人いても1本の本体をそれぞれの人がこれを読み取れば、これで今同期したことになります。これでアルコールチェッカーを電源オンすることによって今接続されました。で今しばらくセンサーを温めております。単4電池が頑張って、この温めは何かと言いますと、前回吹いた人の唾とか水分とかを今蒸発させております。少し温まってきております。そして温まりが終わったら黄色になりますので、ここ で今私が測定したことになります。それをクラウドに上げるということです。このようなサービスになっております。非常に簡単で、言っても1分近くでですね、全ての点呼の報告ができます。これを上げることによって今度は承認者にメールが行きますので、承認者はメールで顔、そして本当にアルコール入ってないかどうかを確認して承認を押すと。でこれがクラウドで記録管理される、このような仕組みになっております。